ます。おはようございます。ちょっとね、今日も本当にかなりのケツカッチンでね、その、もうちょっと、もう本当ちょっとしか紹介してる時間ないんですけど、伊藤くんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうケツカッチンだからね。もう切って。でもちょっとお土産が、なんか。ああ、お土産あるんですか？え、伊藤くんから？そうなんですよ。しょうもないものなんですけど、ちょっと名古屋といえば、と思いまして。お、まさか。名古屋コーチンだ。いや、味噌カツ丼だ。名古屋コーチンだ。味噌カツ丼だ。違うでしょ。エビフライでしょ。ウイローだ、ウイローだ。ウイローだ。行きましょうか。名古屋行か。知らねえよ。知らねえよ。名古屋。味噌煮込みです。食べてなかったと思ったんですけど、まさかうなパイです。あーうなパイ好き。うなパイはいいよね。うなパイ好き俺。うなパイ好き。ありがとう。うなパイ好き。はい、じゃあ今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ほら、だろ、お前ができますよなんて言うから勘違いすると思ったから。他の YouTuber 探そう。よし。そうなんだ。大地声出てない。あとちょっと天してねえな。どうだ。もうゆうやあれだ、東京ライブできるかなからすごく心配そうで、そもそも。はい。で大地が全然強い。できますよっていう。大地が強い方から。ゆうやが今日から学生呼べるかなっていうすごい不安な方から。